駅入口駅舎新座貨物ターミナル駅は埼玉県新座市大和田にある日本貨物鉄道武蔵野線の貨物駅である。駅構内の一部が東京都清瀬市にも広がっている。武蔵野線開業時に道路アプローチを考慮して関越自動車道と国道254号とに挟まれた地に設置された貨物の拠点駅である。武蔵野線工事市によれば 敷地面積は14万5000平方メートルであり、当初、将来的な貨物取扱量は、年間180万トン、1日あたり貨車440両と計画された。自動車輸送の発送基地として5300平方メートルのモータープールも用意され、東小金井駅、大宮三沢駅からの自動車発送の一部を移管する計画であった。また、 当駅の開業によって、山手、東北貨物線沿線の新宿駅の一部や明治路駅、池袋駅、王子駅の貨物取扱いが当駅に集約された。一面三線のコンテナホームを有する地上駅。二役線はホームの北側に一本、南側に二本引かれている。南側の二役線の途中には両渡り線が設けられている。 ホームから離れた線路の西側がライナー7番線、東側がライナー10番線、ホーム側の線路の西側がライナー8番線、東側がライナー9番線で、8から10番線が2役線となっている。なお、9番線は舗装されており、10番線も2役可能なようになっている。ホームは串型で、西側に2本の仕分け線が食い込んでいる。駅の建設は全体を、 鉄拳建設が担当した。ホーム北側には、総合物流施設、F プラザ、ニーザや、それに直結する、シャーツ界ホーム一面一線がある。F プラザ、ニーザは、JR 貨物グループの日本運輸倉庫が使用し、紙の保管倉庫となっている。ホームの南側は、仕分け線、着発線4本、上下本線の順に並んでいる。なお、着発線や仕分け線と線は、 東所沢駅方面に伸びる、上り引上げ線でつながっている。営業窓口である JR 貨物北,北関東支店も置かれている。当駅は関越自動車道に隣接しているという好条件のため、新座貨物ターミナル駅以北で輸送障害が発生した際は、この関越自動車道経由でトラック代行輸送を行うことがある。ありがとうございます。